ブレーブス3、ニアールソックス、オープン戦、日本時間8日、フォートマイヤーズ。レッドソックスの吉田正尚外野手は7日、日本時間8日、フロリダ州フォートマイヤーズで行われたブレーブス戦で、3番、左翼、で先発出場し、今季初本塁打を放った。実際の動画、パワー炸裂、吉田が右翼スタンドに運んだ OP 戦1号、初回2 右腕エルダーの甘く入った球を右声へ運んだ。選手点となる1号ソロ、オープン戦7試合目で初アーチとなった。ファンは拍手喝采だった。これまで指名打者での出場だったが、この日は今季初めて左翼でのスタメン出場だった。3回1試1塁は有直、5回2試は空振り三振に倒れた。6回の守備で途中交代となった。チームは2-3で敗れた。 1>, 遺跡1年目の作期は15本塁打。2年目の今期は長打力を発揮したいところだ。